バンバ通りバンバ通りとは、栃木県宇都宮市の繁華街である。宇都宮ふたら山の神社から見たバンバ。上の百貨店新館跡地には、大林組がが24階建て複合マンション。シティタワー宇都宮が竣工した。宇都宮ふたら山の神社前から、宇都宮城市公園に向けて南方に伸びる通りで、ふたら山の神社の門前町である。ふたら山の神社門前の中店通りとして、 戦前は、宇都宮第一の繁華街であった。戦後も宇都宮商業地の中心として発展し、大通りと万場通りの高天閣には西部百貨店と上野百貨店新館、本館の三館が一つ交差点に、相面して店を構え、宇都宮最大の繁華街の中核を成した。1997年には、唯一空いていた交差点閣にパルコがオープンした。 バブル崩壊後の不況や、前述した足利銀行の経営危機による、自然体の経済停滞などが原因で2000年には、上野が倒産、また2002年には西部も撤退した。その後、2003年には西部に代わりラパーク長崎屋が入居、また、上野本館のあった一角も、再開発により宇都宮、表参道スクエアが建設された。ラパーク長崎屋は、ファミリー層、 宇都宮パルコと宇都宮、表参道スクエアの両施設は若者を中心に集客し、一定の成功を収めており、王子ほどではないが、宇都宮の中核的な商店街として、買い物客で賑わっている。バンバ通り付近は、中世には、荒尾崎と呼ばれ、宇都宮明神あるいは下野宇都宮市の菩提寺の、一つ東照寺の境内地であった。江戸時代までに、現、 ふた山の神社と宇都宮城本丸を結ぶ馬場が形成され、現在のパルコの一角は、ふた山の神社かの宮があり、江戸期には日光堂があった。宇都宮市の時代から、宇都宮城と宇都宮明神の間を結ぶ三道であったと言われるこの通りは、馬場と呼ばれるようになり、これが点火して、ン場と呼ばれるようになったとも言われている。現在は、パルコとラパーク長崎屋の付近から、 オリオン通り入り口にかけて、若年女性向けアパレルショップや、テイクアート飲食店などが軒を連ね、門前町から若者の町へと変貌を遂げている。ありがとうございます。